ちょっとタイトにカバーに打ち込むためにワームの釣り試してみますよ。いろいろ持っては来たんだけど、これお休みで、ノンソルトのディトレーター、こんなんどうよ。コンパクトシルエットなの。ワームで釣りにかかってんだけど、お、来た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 、ズームサファリで、おいー、よいしょ、よー、来ましたよ。はい、綺麗なスモール来ましたよね。アブのズームサファリで、でワームはね、ディトレーターゲイリーのエビ系のワームですね。これをがっつり丸飲みで、こんな感じでディトレーターのノンソルトで、こうオフセットフックのジグヘッドみたいな仕掛けね。はい、ズームサファリにハワイのスモール、じゃあ逃がしてあげます。ね、で改めてタックルなんですけども、こういうもうほんと短い小次の何でも竿に、ワームね、エビ食ってるやつが多いみたいで、ちょっとねジョイクロからこういったワームの仕掛けに変えて、でね、ほんと結構ねバットにパワーがあるから、まあ今のは小さいけどちょっとね釣りやすかったね。あとこのバットエンドが短いから、こういうところでもなんていうのかな、サークルキャストみたいな感じでこんな感じで投げれて、で結構ね実はそこまでもうめちゃくちゃ弱いわけではないから、おお、また当たった。結構ねしっかりと今も合わせを入れることができたんで、はい、まあね、こんな感じのタックルですけど、もうちょっとね狙っていきたいと思います。ズームサファリを持って探検ですよ。結構ねちょっとした深みがあるとねいるんだよね。でこういう感じでつるんつるんだから、まあなんというか足元滑りづらいね装備ね。俺はスパイクを履いてきてますけど、そういうのでねずっこけないように注意って感じで。
もうね絶対いると思うんだよ。さっきねジョイクロでダメだったけど、ちょっとワームだったら出んじゃねえかなと思うんで、4フィートだからやっぱテイクバックが取りやすいから、こういう木とかがあってもねさーっと投げれるのは一つ。おおおお、あー木だ横に走るんだもんよウッドでしたねやっぱりちょっと信じらんねえでけえのかかったと思ったね。いやー、はい、じゃあ進んでいきます。お、当たってる。よし、ああ、なんかしゃぶるのがいるね。
おお、来た来た来た、よっしゃ、へい、来たよー。はーい、リトレーターとアブのねズームサファリのセット。いやいいね、海外旅行のちょい釣りにはもうぴったりのセットかもしれませんよ。今ねこのハワイの渓流の綺麗なスモールで遊んでくれてます。はいはい、タックルはね引き続きアブのタンザをねマルチピースロッドに、ディトレーターね、これをオフセットのジグヘッドみたいな感じにしてね、この岩の際とかに入れて釣っております。いやよく釣れんね。はい、じゃあ引き続き投げていきます。続く。